はい、今回は息子くんのね、無人島へ行ってきます。息子くんも一応喋ってますが、単なるドタバタかもしれません。行きます。バージョン揃えました。バージョンでもね、 1.13A なんてのが出ちゃっててね、もうわけわかめと。なぜかこっちには A がついてないんですけどね。なんだろうね。間もなく到着いたします。間もなく到着いたします。着水するんだって。やばい。あっちから来た。ああやって来るんだ。こういった画面こっちと違うんだね。そうそう、すごい。いや知らなかったの。いや、ほとんど人んちにしか行ったことないから。どうしよう。よし、どこにいるんだ。あ、ごめん、ちょっと今そっち行くわ。どこで合流。広場。広場か。あ、いた。あれ、女の子になっちゃったよ。いや、女の子。いや別にいいや、ええや、ええや、性転換手術じゃん。へえ、こないだ会った時、おそら女も出すな。男女も出すな。もともと女の子だったね。それそうだ。もともと女だった。女女チーンって。おーい、どど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 い、なんかストーカーみたいだよ。いやー、まあさ、こんなさ、あのめっちゃ目立ってさ追っかけてくるストーカーになるけんね。こっそりさ、こんな感じで来るのがストーカーって感じ。あ、そっか、隠れてるのね。なんかさ、丸見えにこんな感じで追っかけてくるストーカーとかいないよ。いつの間にかにこうなっちゃった。あ、でも可愛いね、これ何この帽子。うちでは売ってないよ。いや、売ってたんじゃなくてクラフトしたんだよ。あ、クラフトじゃない、DIY したんだよ。あ、DIY ね。クラフトはマイクラとかかな。うん。おー、こっちも桜咲いてるね。桜満開だ。お、アゲハか。なんかレア物いない。レア。あ、もう3番地まで作ったの。早く。全部ね、3番地は置いといた。3番地まで置いていて、あとはなんかこの辺に落ちてる家具は、なんかその家の室内用って感じ。あ、そっかそっか。なんか室内に置いてないからさ、室内用って感じでこうやって置いてある、うん、なるほど、うん、ちょっとポンって。俺はしご持ってきたぜ。あ、オイラもはしご持ってきたよ、ついに。オイラもはしご持ってるんだね。登っていい。オーケーオーケー。イエーイ、おお、はしご来た上ね。ようやく今日来ることができたんだ。てかさ、俺さ、あ、見晴らしい。うん、あとはね、すごい、さらにね、上にね、行くこと。あれ、あ、上があるの。そうそう、さらに上があるんだよ。まだ上がある。3階。はい、登ります。3階って。3階建てになってる。3階建てで、3階とかそんな感じではない。おーおー、めっちゃ見晴らしいよね。見晴らしいわ。ちゃんとアングル変えられるわ。なにこれ。あら、なんかいい感じや。お、二人で飛び降りちゃダメよ。あ、ここ、こうやって降りられるよ。あ、降りられるの。あ、うん、あ、降りられるの。で、さらにここも、あ、ここなんかあるの。どうやって降りるんだ。ただ普通に階段。あ、こうやって降りるんだ。そうそう。で、どうなってんのこれ。あとはここの降りれば、ここも降りられるの。うん、見えないんだけど。あ、こうやって降りるんだ。うん、まあただ、うん、まあ、あれ降りてこなかった。あ、降りた。うん、まあただこんだけ、うん、これしかないんだけど。アングル変えられる？あ、変えられるね。うん、登るぞ。もう行っちゃうの。いや、だってさ、何もないでしょ。もしかしていい漁場なのかもよ。あ、桜桜。あれ、登れないこの人。桜桜、桜桜、桜桜。あれ、桜の木って植えたの、こっちに。いや、植えてない。あ、あれは飛んでくるんだ。うん、どっからか。普通に飛んでくるよ。よっこいしょ。これ、ジャンプできないのか。できるわけねえだろ。なんで主人公。いや、そしたらさ、現実だとさ、着地ポイントにミスったらさ、あー、なんで着地ポイント。橋は建てた。橋、え、橋はね、明日建つ。あ、橋完全に建たなくてももうお家スカウトできるの。うん、そうそう。あれ、今元、そうか、ここはまだ2階だったか。2階とか家じゃねえよ。ここ飛べるんだっけ。そこ、うん、飛べる。なんか犬みたいなとこ飛べるよ。うん、あれ、向こうの画面では俺が映ってないの。いや、だってさ、なんでハンマーなの。そっちが先に着いてたからだろうが。そうなのか。イエーイ。あ、
あるよ、これ。ちょっと今回は無視しましょう。穴掘らないの。ちょっと今回は無視しましょうか。こっちの方にオイラの家があるんだべ。家見せてくれ。あ、やべ、こっちだ。あれ、こっちだ。こっちをこうやって、なんか結構川が入り組んでるの。そうそう、入り組んでんのよ。何これ、こんなとこに家建つの。あ、これ橋か。橋だ。いや、こんなとこに家が出る、建てられるとかさ、サメチ天才かよ。おお、引っかかっちゃったね、どっかに。家どこ。あ、ここか。これ。おお、めちゃくちゃハロウィンじゃん。ハロウィンじゃなくてイースターだ。イースターか。めちゃくちゃハロウィンじゃない。あ、何これ、こんなの作れるの、バルーン。うん。なんかね。何これ、すごい。あの、風船割って、うん、そこでね。風船割る、あの、風船パチンコでプーってやって。これ割れるの？割れねえよ。あ、違うの。なんかさ、上飛んでるやつね。上飛んでるさ、イースターのさ、風船割ったらね、そしたらなんとね、出てきたのがね、あの、このね、A、あの、イースターのバルーン A とイースターのバルーン B のレシピだったっけ。あ、レシピか、これ。それをね、どんどんじじじじ、どんどんじじじじ。よし、早速中に入りましょう。この中も綺麗なのかな。うん、綺麗。女の子だからな。どうでしょうか。あれ、入ってこないの。いや、父ちゃんが生成してるから入れないんだよ。よしよし。あ、生成してるとき入れないの。はいはい。あ、めちゃくちゃ綺麗じゃん。まだそっち映ってないね。あ、映った。てなにこれ。てってらら、なにこれ、やば。わ、なんか変な文字です。うわぁ、なにこれ、液晶テレビあるやん。なにこの障子みたいの。あ、これモダンな障子は買った。あ、あのラクダに。ラクダじゃない。ラクダっていうかローランじゃない。ローランドか。ローランドじゃなくてローランだ。ローラン。うん、そんな名前だったっけ。そうだそうだ。えい、あらららら。パンツ出てきちゃって。あれ、閉まんないよ。私、なんとも和風だね。冗談だろ。和風じゃないの。まあ、テレ、まあ、映ってるテレビは全く動画に乗ってる。あ、こう寝られるじゃん。おお、すごい回転してる。おい、俺らねえぞ。おい、おお、すげえ、ここ。この椅子、椅子座れるのか、これ。うん。おお、ここで見るんだ。そうそう、こんな感じで。あ、これ、これはね、あ、機関カリンバだよ。機関カリンバ。あ、なんかドラマやってるよ。ドラマではねえよ。ドラマじゃないの。この上にあるのは何これ。なんでブレーカーがついてんのこれ。え、まあ、ええやん、ええやん。この上にあるのは、あ、リックサックか。うん。で、なんかさ、このね、卵のね、なんか卵のさ、卵はなんだ、なんかテレビの横にある卵は、時計だよ。時計？うん。針がついててちゃんと4時25分あたりを指してるね。そうそう、あの、現実とね、同じ時をね、流すんだよ。マジか。もう4時じゃないか。やばいな。あ、これ火がついちゃって火事だね。いや、あれかまどキッチンですか。かまどキッチンか。あ、火がさらについて、何やってんのかな。お米。あ、まあ多分、予想はお米とか。なんか素敵だね。あー、イースターのベッド快適やん。いいなぁ。作ればいいのか。うん、俺も寝るぜ。寝られないのか、一人しか。しょ。あ、ここで男もじゃない。うん、他人もね、できるよ。ウケるわ。ここも、人のやつで、そうそう、人のやつでイメチェンできるの。そうそう、すげえよ。そうなんだ。じゃあ別に自分で買わなくても友達ん家行った時にやってもいいわけだ。うん、まあこれ買ったっていうかさ、作ったんだけどね。まあね。あの、木材と鉄鉱石1個で作った。うん、俺も作ったけど。わあ、素敵だわ。参考にしたいわ。いいね。このクラフトはやっぱ家の中のがいいの。家の中派。うん、なんかさ、そこからさ、収納からでもさ、取り出してって感じで。ああ、どっちがいいかな。すぐさ、クラフトできるようにさ、なんかさ、収納からさ、うん、あの、なんかさ、取ってさ、そこからクラフトってのもいいし、そこに持ち歩いてるときは、あの、どっちでもいいんだけど。あ、でも、このクラフトする場所ってもう一個作ればいいわけだよね。何個でも作れるでしょ。うん、ただね、このね、うん、ただ
ね、この素朴な DIY 作業台は、鉄鉱石を1個使います。1個使うんでしょ。そうそう、別にどっかで取ってくれる。うん、まあさ、今さ、鉄鉱石さ、2個しか持ってないんだけどね。そうだよ、この間使っちゃったから。まあ3、写真撮れますよ。 OK OK。 はい、チーズにしようかな。ここに来た記念の写真を撮ります。どれだ、君が撮ってくれるかな。何それ、何それ。あ、表情。表情なんかあるの、どうやってやるの。ZR。 ZR ってどこよ。あ、こっちかあれ、ないよ。あ、出た。待ってくれ。どうやってやるのそれ。これか。一瞬で終わっちゃうじゃない。何、 ZR、 いつの間機能が拡張されてるじゃない。そうだよ。いつだよ。なんかさ、この前表情もらったって言ってたじゃねえかなんか言ってたけどな、表情もらうもんなのかと思ってたけど。あ、テレビ終わっちゃった。表情か。あれ、なんか服が変わってる。なんでこうなっちゃったの。知らん俺も知らねえ。なんか女の服になっちゃってるじゃん。知らん、知らんし。いや、なんかもらって、あ、もらってお試ししたままだったんだ。あ、なんて、あ、なにこのライト、ライトアップかっこいい。これどこでもらったの。ね、これこれ、このグランドライト、2個4400円で、あの2個合わせ、2個を合わせて4400円使って買った。売ってる、まだ。いや、売ってたんじゃなくてね、なんかね、どこ、タヌポート。タヌポートって何。タヌポートってさ、俺は買えないの。変な所の2200円、2200円、2個で4400円、4400円使って。なんだよ、モダンな家なってんじゃねえかよ。マジかよ結構センスいいよな、いつも思うけど。俺の家汚いからおい、自白しやがった。ゴミ屋敷なんだ自白しやがった。めんどっちか、何これ。あ、ちゃんとこう家の囲いができてる、卵で。そうそう、インスタの作業を作ったんだよ。マジか。ちょっとこの家が邪魔で見えないじゃん。これちょっとどかせない。どかせない。博物館だ。博物館引っ越しをしよう。おいおい。確か引っ越しできんだよね。こん。ちょっと見えないよ。せっかくか。えいえい。このリースでいいよな。え？このリースが一番の決め手さ、外装の。リースがいいの？リースか。このリースが外装の一番の決め手。おお。いや、なかなかいいものが見れたかなと思う。あ、こんなとこに滑り台しようと。あ、今ね、あの作り途中の公園。公園か。一応前デザイン広場。押すな。いや、ごめん。たまたま。前デザインしたのこれ。うん、あのなんか。これは標準についてるやつか。まあ自動的にさ、ある前デザインをね、ここに、ね、なんかさ、うん、床にまず貼って、その後なんかさ、置いたんだけど。うん。どこ行くの。あ、引っかかっちゃったよ、金に。おいおい。あんな方走ってねえ。痛いよ。旧自宅。旧自宅じゃん。このバルーン。いいな。こっちの方にビオトープとかもあるし。あっちになんかあれがあるよ、ほら。あれ？なんだっけ、桜の。あ、あのお花見セット。お花見セットある。いただきます。おい。パクパクパク。俺実は知ってるよ。え？あのここにね、隠してね、オレンジジュースとポテトフライがあるってこと。隠して？普通にある。オレンジ。うん。うん。普通にさ、いやなんかさ、今のなんか裏の方でさ、うん、なんかさ、なんか妙にさ、あの裏付け、裏付けみたいな感じでさ、やってんじゃん。妙に、なんか裏付けてさ、置いてるような感じしない？なんだよ、裏付けて置いてる？なんか裏付けてるというかさ、なんか妙にさ、隠しておくようなさ、感じでさ、裏に置いてあるじゃん。オレンジジュースとポテト。あー、そうかな。なんか妙にさ、なんかさ、隠すよね。うん、そうなんだ。ハエ飛んでこないな。ハエじゃない。ハチ、お木のコンポ。すげえ出てきたよ。そういえば俺ね、うん、なんかね、ひたすら木振りまくったらね、うん、こんなに枝が出たことあった。うん、枝コンボ。ほら、うん、枝すげえ取れるじゃん。うん、でね、その後ね、なんか。あれ、映ってないよ、俺、そっちに。
その後最後になんかあのウッキーの卵が落っこちてきたの。ああ金出てきた金。いくら？金100だ。かだってうんだって木から出てくるね金はね必ず100円だよ。100円？ここは円なの？ごめん100円だ。あのついさいつものさ現実の癖が入ってしまってね。よし、桜の葉っぱを取れ。花を取れ。取れねえよ。取れないのこれ。落ちてきた、今さら。枝、枝。あ、どんどん落ちてきた。枝、枝。諦めないでね、ずっとね、振りまくってれば。そうそう、めちゃくちゃ枝が出てくるんで。なんか枝だらけなって、汚い。じゃあ、拾おう。拾わなきゃ。ポン、ポン。手伝ってくれる？うん。手伝う。うん。こっちまだあった。意外と隠れてんだよな。じゃあこうやってカメラ変えればいいんじゃん。カメラ変えないとね。なんかしょ、まあこの状態で動くとこうやって自動的に戻っちゃうんだけどね。結構アングル変えられないよね。常にこのアングル。まあこの状態でこうやって歩くことも可能だけどさ。人の場合はいいけどさ、真横は行かなくない？確かに。真上からの画面では行けるね。うん。下画面だと、まあ確かにさ、下画面だとさ、見にくいか。うん。ちょっと見にくいね、かもしれないし。というか雑草取らなきゃ。なんで？干し草のベッドを作らなきゃいけない。俺が取ったら意味ないんだ。まあ雑草が必要なんだけどね。雑草雑草雑草、うん、ああ落っこちた。あ、じゃあ食料回収するよ。人のところに落っこちちゃった。別に OK OK、うん、コングなんてさ、コングなんてさ、父ちゃんのところの梨落としまくってたじゃん。容赦なく落としてたよ。マジで？そうそう、容赦なく。この前さ、3人、2人がさ、3人でやった時、容赦なく落としてたよ。容赦なくさ、普通に梨はね、ボロ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 って落としてて、地震でも落ちたかのようにね、ボロ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 落としてて、しかも、ね、取らないし。オレンジの栽培でもしますか。オレンジか、栽培完了。おお、なるほど。待てキャプテン翼。どど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 、あ、やべ、引っかかったな。うまく読んでた。引っかかったな。戦いか。よっこいしょ。スコップを持って、あ、やべ、掘るとこ間違えちゃったよ。やった。よっこいしょ。やった、地面の卵ゲット。やった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 
す。あ、ガッチねえや。なんか音だとさ、ガッチな感じ。戦いが始まる。ちょっとトン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 。えっし、何やな。タヌキツネ壊してた。待て。はい。入っちゃったよ。入れないのこれ。あ、入れる。二人入れんの？タヌポート。さて、木のないを買うか。木のない？ねえ。こいつに話しかけられる。あ、話しかけられる。こっちはこっちで。そうそう。さて、木のない、木のないと。うん、あ、これ欲しい。買えるのかな？俺買っていいのこれ、ダメなの。これ欲しい。え、どれ？これこれ。あ、実験セットね。うん、いいよ。いいの？うん、いいよ。マジで？だって僕ね、買ってもね、置く場所ほぼないし。うん、とりあえず買ってしまうんだね。いくらこれ？結構高かった気がする。6000、オッケーオッケー。買っちゃう。黒いラッピングペーパーでも買おうかな。黒いラッピングペーパーなんてあれ？なんか、置いてある商品が違くない？まあ、そりゃそうじゃない。そうなの？あとはなんかさ、クラッカーとかさ、うん、若葉リンガムの傘。それあったかな？猫草はあれだよね。ここのやつは限定じゃないよね。うん。あ、人ん家に行って買えるじゃん。そうそう、買えるよ。いいじゃん。なんかなかなかアイテム出なくてさ。まあ最終的に黒いラッピングペーパー買おうとしますか。うん。ありがとう。ここに来た甲斐があったよ。1個。うん。ちょっとなんか腕が痛くなっちゃった。大丈夫。あ、やべえ。ボタンミスった。ちょっと待って、誰か。あ、メール来てた。おいおい。ぐるぐる。あ、やばいやばい。カナちゃんから、もりもり。もりもり食べたい。チャンス。
食べたい。ほら、今メール中だ。ちょうどいいところ貼ってちょうどいいところ貼ってボコ。痛い痛い。しかもペッシュ超高速ダッシュ。ちょっとこれあるな、モーションが多いからダメだ。てるてるブーン、危ねえな、これ。よし、いなくなっちゃった。でででで、おしっこ、おしっこ、汚ねえな、汚ねえな、この人で。男の子はおしっこが大好きなんだぞ。おいしょー。いや、おろさん、ジャミルさん違えわ。いやいや、時代が違うといけませんね。小学生ってはここで達成してたんだからな。しょーっ川に来い、あれいないじゃねえか。あ、やばい、ミスった。結構土地広くない？こっち、うちなんか狭いよな。そう、同じなのかな。ほひーほひー。さて、何を包もうか。ペッシュペッシュ。何包もうかしら。何を包む、何を包めるの。うん、教えろ。このラッピングペーパーで包む。何包む。そしたら、じゃあこれを包もう。そうすればこんな感じでプレゼントが。え、プレゼントになるの。うん、じゃあこれをあげるから勘弁して。桃3個え、何これ。あ、こんなラッピングサービスがあるの。そうそう、嬉しい。桃3個あげるから勘弁。ありがとう。いや、さっきの実験セットだけで俺は嬉しいんだ。どこ行くの。はしごかけといてよ。いや、だってさ、情勢的にさ。これ何、一回一回持ち運ぶの。めんどい。てかさ、これさ、高飛び棒と同じでさ、高飛び棒をオートにしてくれればいいのに、毎回切り替えるのがめんどっちいんだけど。てかさ、これさ、よくよく考えるとさ、高飛び棒と同じでさ、あれ、ちょっと待って、手で引っこ抜くとこうなっちゃうんだ。あの、普通のね、花みたいに取れるんだけど、ショベルだと、シャベルだと、シャベルだと、あの、花ごと取る。あ、ショベルだと茎ごと取れる。シャベルだと茎ごと取れる。移植できるの。そうそう。あ、これつまんじゃうとあれなんだ、引っこ抜けちゃうんだ。うん、ただね、つまんじゃった方がね、エコだよ。何エコ。あの、その場で、あの、なんかまたさ、咲くし。あ、咲くのね。よっこいしょ。うん、うーんしょ。あ、ちょっと待って。あ、やべ、ポケットいっぱいやん。おう、またここに植えときますか。にしてもここは針葉樹が多いな。ボコ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 。よし、あれは斧が、あ、斧はこれダメだ、伐採しちゃうわ。普通の、あ、じゃあさ、処方のが、普通に切っとくれ。あ、卵出てきた。そうそう、ウッディな卵が出てくることがある。ウッディな卵欲しいでしょ。うん、あ、やだ。ちょっと待って、持ち物整理してくるから。え、どこ行ったの。行っちゃうの。収納に、収納にアイテムをしまい、その辺転がしていけばいい。いや、いやいやいや、衛生面的に汚いでしょうが。汚くない。なんだよ。あ、蝶々がいる、蝶々。ゴミの島みたいになっちゃうでしょうが。いや、いいんじゃない。何がいいんじゃ。もうあいつ、あいつ、ミード盾派、行っちゃった。くそ、階段にいちいち用意すんのかよ。めっちゃ早いんだよね、そいつ。早い。まあ、俺ゲットしたんだけど。あれ、動かないよ。あ、そっちはアクセスしてたからか。すまねえ。行っちまった、どっか。盾派、いいよ、買ってきて。とりあえず、まあ、サクランボとリンゴを収納したと。え、その辺にそういうの転がしとけばいいのに。ええ、収納しまって、細けえ、しまって、正確しまって、しまって。確かに、性格がさ、漏れるね、確かに、これは。これどんな感じなんだろう。あれ、あ、何これ。あ、そういうことね。あの、ちょっと壁変えたからさ、うん、あの、なんか窓についたなんか家具をさ、うん、あの、収納したってよ。ちょっとデータが変わるってこと。ちょっとだけね。ちなみにマイクにめちゃくちゃ近いよ。見えないんです。あ、すまん。
いや見えないっていうかさ、これが邪魔、どこが変わったんじゃって思っただけ。ああ画面ちっちゃすぎ、もっとでかい画面でもいいのかな。まあ別にさ、この画面でも OK だけど。そうだね。うん、これしまおう。はしご、イエーイ。来る、外に出てきましたよ。さあ、あ、そうそう、あ、帽子だけちょっと変えた。おう、帽子なのか。俺は一人で待ってたよ。すまんすまん。どっから来るんだ。トト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 どこに。なんでそんな端っこ行っちゃうの。もっと左にいただろ。トト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 ト。違うな、卵どこ行った。あー、ここじゃない、ここじゃない。地面の卵、こう、地面の卵。ガーン、化石かい。いやいやいや、そこじゃないでしょ。さっきどこだったの。あれ消えちゃったの。あ、分かった。さっき一瞬データ書き換わっただろ、なんか変えたから。うん、ちょっと。その時に卵消えちゃったんだよ。わ？多分。だって今まで卵あったよ。ありえる。でさっきなんか模様替えしたでしょ。うん、一瞬壁変えたね。それのせいで多分変わっちまったんだよ。うん、まあ平常運転でさしごって。あ、あった、ここだ。おい、変わってねえよ。そうや、変わってないよ。変わってないや。はい、取ります。卵あったよ。おい、いつなんか一人一段降りてたってこと。そう、いつの間にか降りてたんだよ。全然記憶にないな。あ、あそこにいるあの超全然レアじゃないよ、オスジアリハですよ。いや、ちょっと魚を狙ってんだ。それ、はしごだぞ。あ、釣り道具忘れた。おい、釣り道具がね。おい、釣り道具なーい。おい、何してんじゃ。いや、全然覚えてない。よっこいしょ、仕方ねえから釣るか。卵こい、卵こい。レアのやつかも。卵こい、卵こい、卵こい。卵って動くの、こんな風に。動かねえよ。なんで。わー、釣れるのか。やったぜ、卵だ。やった、やった。なにこれ。イエーイ、この卵が欲しかったんだよ。そうだろ。あと、まあ俺がちゃんと必要な個数は10個なんだけどね。は、うん、確かちょっと、あとは あとは確か5個くらいだっけ。いや、知らない。人の人生は知らない。確か5個くらいだったよ。雑草、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 雑草が20個あれば。今雑草は、雑草40個だった。余裕じゃん。あ、余った20個は売っちまうか。うん、金にする。でも雑草も意外とレアなのかもしれない。うん、だって生えてこないじゃん。いや、生えてくるよ。生えてくるけど、好きなとこに生えてこないじゃん。うん、確かに。一回ハゲにしたらさ、そう、あの好きな時に生えてくれないね。そう、なんか、だからなんだっけ、あんかいるのかもしれないし。卵だ。いや、確実に卵ってわけだね。そうなの、あの、うん、俺がいない、あ、おるけど、あっち。おいおい、何してんだよ。釣りはどうだ。ちょっと釣りテクニックが甘いのかもしれないな。いやいや、あ、やべ、なかなか真ん中に行かないんだよね。うん、特にさ、こういうところに。あ、これいけるいける。うん、あれ。はは、さ、俺もさ、チョウザメの時そんな感じだった。うん、ドキドキっぽいっすんだよな。うん、ぽいってね、知らんぽい。あ、やべ、こっちだ。これあれだよね。ほら、あ、よし、これいい、行ったか。これいい。で、まだ、あ、気づいた、気づいた、気づいた。なんだ、卵か。なんだこれ。ブラックバス。ブラックバスか。まあ、売っちまえばええ話やな。うん、こいつさ、あのポケモリの世界だとさ、意外とレアだけどさ。そうだね。この世界だと全くレアじゃない。そうそうそう。まあさ、その島によるけんね。うん、島によってさ、全然レアじゃないやつとさ、レアなやつって決まるからね。うん、いちいちチキチキ売りに行くの。その辺に魚転がしたけど。あ、やべえ、間違えた、ここじゃねえ。間違えた、ここじゃねえ。そう、変わったんだぞ。常吉商店だったんだ。常吉じゃねえ、タヌキ商店だよ。タヌキ商店。父の名前をパクってんだ。父の。父。父
ち？あの翌朝さ大量の金が来るようにこの買取ボックスに入れちゃうんだよ。買取ボックスってなんか安くなくなってない？うん、8割らしいよ。8割、いや、うん、こんなとこ入れたらもったいないじゃん。いやでもよくよく考えると、うん、いろいろ入れまくればさ、うん、翌朝大量の金が入ってくるってこと。いやだけど2割取られちゃうんでしょ。 20% 取られちゃうんでしょ。取られん。え、8割しか来ないんじゃないの。うん、8割分ちょっと引いてるらしい。いやいや、8割分取られるんじゃなくて8割分しか来ないの。2割取られちゃうんじゃないの。うん、多分入っちゃったし。いや、これは何すりゃいいんだ。いや、これでさ、なんかさ、確かさ、ちょっとした用事があるんだよ。何の用事だ。あ、そうだ、思い出した。あの、あれを作るんだよ、星草のベッド。それが作りたかったの。作らないといけないんだよ。いけないの。だってさ、それじゃ あれかお家のいないやつ。あれか、指定されてるんだ。そうそう、お家。どれ、星草のベッド。星草あった。お気に入り取って草のベッドかよ、うん、こんなとこで寝たくない。絶対さ、あのなんかさ、奥ってさ、簡単にさ、絶対ついてるよね。、うん、あ、でも魔女の宅急便で最初にあるよね、うん、星草で寝てたな。だよね。あのなんか秘書の中でね。うん、またロボのアニメ始まったよ。うん、50個作ったってこと。うん、次200個だって。すげえ先じゃん。まあさ、あの気づかんうちにさ、そんな風に作ってたなってこともあるじゃないですか。うん、だんだんマイルが溜まるのが、溜まるのが遅くなりそう。ちま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 溜まってるんだよ。そう、うん、ちまちま。なるほど。今どのくらいクリアしてんだろう。まだまだだな。いや、まだ始まったばっかりでしょ。ここで終わっちゃったら寂しい。あと1年は戦うんでしょ。うん。なのにこれコンプしてたらな。これね、まあさ、家族のさ、助け合いがあった。ああ、フルーツのラッピーね、うん、リンゴとかさ、梨とかさ、うん、一瞬で溜まっちゃったね。うん、これはさ、みんながやってたからっていうこともある。それはあるね。うん、一人だって。ただ桃、あ、でもあれじゃない、桃はさ、うん、桃はさ、俺特有だし、父ちゃんは梨特有だし、うん、そっか。まあ、俺もさ、母ちゃんから梨もらったんだけどね、ぶつ盛り母ちゃん。うん、ぶつ盛りの母ちゃんね。うん、母ちゃんはオレンジ特有だし。案外意外と進んでないんだな。まだ出てない顔でもある。いや、うん、今から進んじゃったら寂しいぞ。うん、発売してからまだ1ヶ月も経ってない。うん、まあ大抵は1個か2個くらいなんで。おう、ほら、なるほど。おう、バルーンハンター。ちょっとなんかトイレ行きたくなっちゃって。あ、うん。トイレ、うん、トイレ行って行って OK。 行って OK。 うん、 OK ですよ。一回これ切った方がいいの。